帰り道、バスの中から目を見にトマトのような夕日が沈む。沖縄の夕日にしても、沖縄の土にしても、飛んでいる大きいって彼ら言うんです。本田教会は昭和45年に万博の年にできまして、去年50周年迎えたんですけど、この俳句教会をですね、本田教会できた時から一緒に本田教会の所属官などですね、一緒に歩んできております。こういうコロナで自粛というところでですね、皆さんの気持ちがですね、塞いだというかですね、そういうこの1年2年だったと思うんですけれども、こうしてですね、開かれましたことですね、本当に非常に嬉しく思っています。これもこの炭鉱は何の炭鉱なんだということをいろいろ考えさせてくれて、石油なのかなとか思ったり、ガス炭鉱なんかなというようなことを思うんですけど、爽やかやハリセンボンは歌の花、笑ってくれた人がいますよね。俳句って笑ってもらえるというのはとても大事な要素なんですね。でこれは爽やかやっていう秋の気持ちのいい季節の中で、ハリセンボンというのがまるで豚の花だと。そうすると何かおかしい、ね、ハリセンボンってあるとっと膨れてる、僕は海の子だったので馴染みの魚と言ってたらいいんでしょう、魚ですよね。蝉の葉っぱが透き通りゆく我が黒、これはここにも書いてますように、だんだんそれとともに記憶が全てこうきれいに透明度が増していくような気がするんですよね。悪い記憶もだんだんこう薄れていくような、そういうのをセミの奥は見られたことあると思うんです。綺麗な隅色の透き通ったようなね。私もコロナの中なかなかですね、前やっていたランニングができなくて、ようやくウォーキングですかね、時々は妻と一緒に散歩して、大体毎朝ですね、5時半に来て40分ほど歩いているので、ちょっとそれに関してですね、ちょっと不作ですけど、俳句を作らせていただきましたんで、ずっとですね、散歩をしてると、ほとんどの方がマスクされててね、なかなかおはようございますとは言えなくて、遅れだけなんですけど、それがようやくですね、なんか最近希望ができないかなと。散歩道、マスク外して笑み交わす。散歩道、マスク外して笑み交わす。3月5日です。順番に発表させていただきます。それで、特選を取られました方はですね、前にお並びください。浅沼美希先生、特選。
そういう